雨の釜石ってか。どうもどうもどうも、今日は釜石に来てましたよ。今日はこの黄色い建物、目立つこと喜楽さんにお邪魔したいと思います。いや、お昼時で混んでること。それでは、アイドガン。いやー、食った食った。どうもどうも、ごっつぁんでした。これぞまさに昭和の中華そば。ほらさ、ぴったりだった。ありがとうでー。情けねえしょっぱい血を流し、おーおーおーってかエヴァねー。